高ハイヤーな企画だよ。おかしくない？国山ハセンがガチで挑む。英語力を1ヶ月半で伸ばす。心の準備はよろしいですか？そうですね、はい、覚悟を決めて、はいはい、来ましたので。英語コーチングのプロが学習メソッドを伝授。ところが無理だよ今日は。無理だよ。ローリング1時間。仕事の忙しさに学習モチベーションもダウン。限界かと思いきや、すごい。何がありましたこの一瞬間。やったんで。いや本当に素晴らしいです。すごい。やったらできるんです。ハセンがハマった英語学習とは。1ヶ月半の学習を終え、ハセンの英語力は上がったのか。来た、スコア。この番組はプログリッドの提供でお送りします。順調に見えたハセンの英語学習。ところが本日は皆様お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。この週取材やミーティング、そしてイベントの司会など仕事が次々と押し寄せてきた。今日どうですか？プログリッドやりました。いや今日はですね30分しかできてないんですよ。忙しいんです司会が。ちょっとすみません止めてもらっていいですか？すみません。無理だよ今日。でした。今午後9時半なんですね。あと2時間分プログリッド残ってるんですよ。だからまあできるかどうかわかんないですけど、簡単でした。やれることはやるなと思います。コンサルタントから届く LINE にも学習時間不足の指摘が相次いだ。相当きついですね。ちょっともう時間を家でもちょっとごめん英語プログリッドあるからって言って、はい、妻から怒られてるんで、うまくその英語をコントロールしないとなと思ってますね。窮地に追い込まれたハセン、出張中のこの日、毎週行われるコンサルタントとの面談に臨んでいた。2回目面談始めてもよろしいでしょうか？プログリッドでは毎週受講生とコンサルタントが1時間の面談を実施。1週間の学習状況を振り返り、学んだ内容が定着しているかをテストで確認する。単語のテストいきましょうか。はい。単語はですね毎週50問出題します。 50? めちゃめちゃ出すじゃないですか。そうなんですよ、50問で、9割、最低9割。え、マジで緊張するわ。いかに瞬発性早く答えられるようになってるかっていうのを確認していきますね。ではいきます。Regarding 関していいですね。 Besides 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 あの隣とかですか？うん、それ Besides どうですね。 Besides Besides 分かってないですね。 Besides は何々に加えて何々。あ、そうじゃん。そうそう、もう全然、あ、もう知ってますよ。ダメだね。出てきてないね。身になってないわ。じゃあ、英作文テストやってみたいんですけれども、これは大きな家です。This house is big. 次に行ったのが、口頭英作文のテスト。こうしたテストの結果をもとに、ハセンの目標や学習内容を毎週細かくアップデートしていく。口頭英作文では英単語の発話数を記録、発話量が増えたかをチェックする。何を見ていくかっていうと、1分間あたり何ワードぐらい答えられてるかっていうのを習字でいくんですね、はい、WPM っていうのが1分間あたりのワード数です。はい、63、1分間あたり63語発話できてますね。うわ、あ、少ないって感じられますか？ WPM でこの2倍ぐらい欲しいですね。今後の目標としてはこれを毎回最低100、目標としては120ぐらい達成できるようになるまで頑張ってほしい。そうですね、確かに。
まあだからやっぱりとにかくパパパパパって言い続けないとね。発音の注意点などアプリの学習では伝えきれないポイントも解説。どこに気をつければより正しく英語を聞き取り話せるようになるか、受講者に合わせた資料を使って解説する。でその弱形強形を踏まえて音読してみましょう。ハセンが抱えている弱点や身につけるべきスキルもこの面談で徹底指導する、うん、Who do you like? I like him. いいですね。そして面談で大切なのはアプリから集めた学習データに基づく振り返りだ。平均の学習時間がですね、予定が3時間だったものに対して、着地が 2.2 時間ですね。はい、うん、達成率 73% でございましたと。特に予定と実績の差があるトレーニングがですね、英作文ですね。学習時間だけでなく場所が確保できないことも相まって口頭英作文については学習ができない日もあった。なんかすでに随分お顔がお疲れのように見えますね。バレました。はい、でも本当に出張中にやっぱり時間を確保してやるのは大変ですね。そうですよね。なんかすごいプロの軌跡が実績からも垣間見えましたね、この1週間。まあ、まさにデータに出てるんですけど、単語とか多読は、はい、暇でパッてこう開いてすぐできる感じがあるんですけど、はい、でも口頭英作文だとちょっと静かな空間とか、声を出そうとか、そういう場所を確保しないといけないとかになると、優先順位がどうしてもなんか下がってしまって、集中力を維持するのが、これは個人的に苦手というか、はい、ずっと30分同じことをこうやり続ける集中力って多分得意ではないんですね、多分おそらく。ハセンは時間確保の難しさや自分の弱みについて正直に広瀬さんに打ち明けた。意識のところでその2つの問題が両方解決できるか、何か行動まで一緒に考えなきゃいけないかでいくといかがでしょうか。あ、でもまあ行動ですかね。もうだからこれはもう英語の時間だってやっぱり決めてやるっていうところです、うんうん、意識よりも多分僕の場合はもう物理的に、はい、一回そういう時間を確保するという、うんうん、それに伴って多分意識が変わるなと思って、はい、それでいくと具体的にこの週末とか来週にかけてはそういう時間って作れるイメージすでに湧いてますか。どうでしょう。あ、作れると思います。移動時間とか結構いいですね。通勤の時とかシャドーイング、逆に言うとずっと聞きながらやるとかもありかなと。あ、そうですね、うん、賛成です。いいと思います。そうするともう必然的にその時間が確保できるので、相談の結果移動時間など隙間時間を今よりも活用して学習時間を確保することに。すごい具体的なイメージができました。よかったです。よりピンポイントでもっと向上させていけるように頑張ります。コンサルタントと一緒に課題を速やかに解決していくことで短期間での英語力向上を目指す。最初は習慣化に関しての課題解決をすることが比較的多いですよね、まあ、2週目3週目ぐらいまではそういうお話が多くなって、その後からはそのもっと質のところでね、時間確保できたからじゃあどういう風にやったらいいかとか。大丈夫ですかね、ハセンさん。そうですね、でも今のままいけば宣言通りちゃんと成果を出してくれるんじゃないかなと期待はしてます。はい、面談を受けて学習方法を改善したハセン、一つ一つの学習に手応えを感じるようになっていた。特にハセンがやりがいを感じるようになったのがシャドーイング。プログリッドの英語学習の柱の一つだ。アプリを使うことでリスニング力を鍛えるだけでなく、自分の発音をコンサルタントに送って添削、フィードバックを受けることができる。課題に取り組んだ初日だと、いやいや絶対無理だよこんなのっていう、こんな部分もう聞き取れないし発話できないと思ってても、3日間毎日一つの課題をまあみっちりやるっていうことになるんですけど、3日目には全ての単語が まとまりでも言えるようになってきたりとかして、かっこいい英語っていうんですかね、そのネイティブに近いような
こう発音でできているっていう実感があるんですよ。すごく楽しいですよね。前回の面談から1週間後、ハセンにある変化が起きていた。そうですね。はい、では行きますよ、はい、彼はその状況を説明することができました。 He could explain that situation、うん、あなたは喫煙をやめなければなりません。 You should stop smoking. OK! 素晴らしい。何がありました、この1週間やったんで。いや、本当に素晴らしいです。すごい、うん、やったらできるんです、うん、あ、倍以上になりました。スピードもすごい良くて、今回がですね131です。おー、これはもう合格点ですね。合格点ですね。口頭英作文のテストで前回の倍以上の発話をすることができたハセン。シャドーイングで繰り返し英語を発話する中で、口頭英作文でもスムーズな発音ができるようになったという。とにかく英語を聞いてそれをリピートするみたいな、ちょっとシャドーイングと同じような、なんか自分の言葉になってくる、シャドーイングのおかげです。めちゃくちゃ良くなりました。はい、先週ともう違う人ぐらい良くなりました。そうなんですよ、やっぱポテンシャルがあるの。ありますよね。やったらちゃんと成果が確実に出るので、うん、もうその時間と集中力と、はい、マインドさえ揃ってれば、揃ってればできるようになるという。さらに課題となっていた学習時間の確保も、広瀬さんとの面談の中で解決の糸口が見えてきた。口頭英作文1時間やるっていうのがすごい嫌いです。嫌いですか。はい、1時間やるっていうのが苦手、はい、連続して、だから20-20-20とかの方がいいかもしれなくて、なんかこう30分やんなきゃみたいになると、はい、結構学習記憶にいやまだ15分間みたいな思いになっちゃうんで、はい、ちょっとそれをX3 を改善しようと思いました。いいですね。今って比較的まとめてやってらっしゃる。あ、そうですよね。20分でうまく細かく刻めるといいなって思いました。はい、まあ、シャドーイングは1時間やりましても、4時間とかで、大賛成です。はい、英作文に関しては区切ってしまって大丈夫です。はい、長い時間続けるのが難しかった口頭英作文の学習は分けて行い、時間のメリハリをつけてモチベーションを損なわずに学習することに。さらにハセンのやる気を引き出す方法も面談でヒアリング。どういう時に国山さんはモチベーション上がりやすいですか。英語が流暢に自分で喋れてるなって思えると、はい、すごいモチベーションが上がります。じゃあ褒められるとか流暢に話せてるなみたいな、はい、あ、まあ、そこが聞き取れてるのはすごいみたいな感じとか、そういう方がモチベーション上がるかもしれないですね。うん、このまま上がりきったままですか。ハイヤーで、はい、ありがとうございました。流暢に話せることがハセンのモチベーションにつながっていると感じた広瀬さん。はい、毎日の LINE でのコンサルティングも学習のアドバイスに加えて英語の流暢さを評価する声掛けをしていた。チアアップ大事だなと思いまして、言うとこは言うっていうのは大事だけれども、ちゃんとできてるとこは具体的にどうネイティブに近くできてるのかみたいなのを褒めたりするっていうのは、まあ、心がけてるし、ご本人もそれがすごくいいっていうのをおっしゃってたので、褒められるとさらに実力が発揮できるタイプなんで、レベルも上がってよかったと感じさせられましたと、この調子ですっていうこうモチベートするような言葉もいただけるんで、ここでもう僕も怒涛の巻き返し見せますみたいに返したりしましたね。 LINE が来るのと来ないとだと、どうしても来ないと人間まあ心理的にもまあちょっといいかなとか、まあ、おざなりになってしまう時あるんですけど、ちょっとスイッチが入るんですよね。やっぱりこの LINE が来ると、あ、やらないとっていう感覚になるんで、あるとないとでモチベーションメンタル的に結構変わりますね。迎えたトレーニング最終日、1ヶ月半に及ぶ英語学習の成果を測るため、再びバーサントのテストを受験する。今からですね、バーサントついに2回目受験します。ちょっと本当にじゃあ真剣に、はい、いきますね。20分後にやりましょう。はい、結果もすぐ出るんでね。よし、海外留学に1ヶ月行って
1点上がると言われているこのテスト。はい、失礼します。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今ちょうど終わったところですね。トレーニング開始前のスコアは44。果たしてその結果は。いきます。来た、スコア47。3点アップ。やった、3点アップだよ。1ヶ月留学して1点上がるかって言われてるテストで、まあ、やった。全体で3ポイントのスコアアップ。その中でも特に英語を話す流暢さのポイントが大きく伸びた。流暢さなんですよ。わかります？前回私34ですよ。それが今回45ですからね。11点アップしてるんですよ。これすごくないですか？で、発音も41だったのが43になってる。つまり綺麗な発音で流暢に話すっていうのはもう明らかにシャドーイングの成果と言っていいんではないでしょうか、皆さん。同じ日に行われた最後のコンサルタント面談。あらゆる要素でスコアが出る流暢さなんですけど、それぞれがちゃんと底上げできてたっていう、はい。11点アップってすごくないですか？すごすぎますね、うん。でもこここそ多分学習続けていくと、もっともっと一番そうですよね、国山さんが伸ばしていける。ずっとゴーハイヤーゴーハイヤー言われて圧をかけられてきたんですけどちゃんと結果が出たっていうことは、はい、自分ではなんかもっといけるなっていう感覚です。ハセンの1ヶ月を通した学習の平均時間は1日 2.1 時間。3時間には及ばなかったが、学習の習慣化には手応えを感じていた。受講者の英語学習に徹底的に寄り添うプログリッド。英語力向上の秘訣について岡田社長に話を聞いた。5週間のですね、プログリッドのコースを私終えまして、はい、お疲れ様でした。はい、バーサントのテスト見事3点アップ実現しました。そうですよね、はい、いや素晴らしいと思います。本当にありがとうございます。1ヶ月半ですもんね。はい、1ヶ月半ですね。何が一番自分にとって大きな発見だったかっていうと、なんか自分の弱みに気づけたことなんですよね。なるほど。なんかある程度今までも英語学習してきました、まあ、英会話スクールも行ったことあります、はい、なんとなくできるみたいな感覚があった時に、うん、でもなんでもう一歩先に行けないんだろうとか、はい、何が足りないんだろう、うん、どんな単語を聞き取れないんだろうみたいなことが可視化できたんですよ、ええ、英語学習って言った時に大人の英語学習と子どもの英語学習ってやっぱり結構異なるんですけど、特にやっぱり大人にフォーカスをすると、なぜ自分がこの学習をすべきなのかっていうのが、その論理的に腹落ちしてるっていうのがすごい重要で、はい、なんでこの学習をしたら英語力が上がるかわからないのにやってる学習って、うん、途中で疑心暗鬼になってくるんですよね。あるわありますよね、はい、この学習をするとどういう論理でハセンさんの英語力が上がるのかっていうのがおそらく腹落ちされてたと思うんで、はい、そこは大きいところですよ ね、 ですよね。英語学習ってやらされてる限り、特に大人だったらやっぱやる気出ないんですよね、はい、なんでそこを引き出すっていうのがまさにコーチングで、英語学習というものをしたいという気持ちになって、はい、能動的にやりたいって思うようになっていただくように、こう少しずつ導いていく。なので多分面談でもハセンさんが喋られる機会もすごい多かったと思うんですけど、多かったですね。そうですよね。あんまりこっちからこうしましょうああしましょうっていうよりは、どうしたいかっていうところをメインに進めていたかなと思います。どのレベルの人でも、はい、学習意欲をまあ継続して、はい、英語力っていうのを自ら上げることができるとお考えですか？プログリッドの受講生はもう本当に初級者の方、例えばTOEICで言ったら200点300点っていう方も大体2割から3割ぐらいいらっしゃいますし、それこそ英語力がべらぼうに高い方もプログリッド来られることはあって、はい、まあ、アメリカに今住んでいて弁護士をやっていると。で M&A の専門の弁護士なんで、 M&A の交渉でアメリカ人の弁護士と対等にやり合わなきゃいけないから、うん、もっと英語力を高めたいって、そういう人まで来るんですよ、はい、プログリッドのコンサルタントとその人でどっちが英語力高いのかっていうと、
お客様の英語力高い局面もあるんですよね、まあ、このレベルだったらそういうケースありますよね、はい、だとしても我々は英語を教えてるんじゃなくてその人をこう分析したりだとかその人の人生での優先順位を見直したりとか英語学習の課題を見つけてソリューションを、まあ、処方箋を出すみたいなイメージですけど、はい、あのそういうレベルがすごい高い方も対応できるっていうのも、うん、今までになかった特徴の一つかと思います。確かにそうですよね。自分ができるんだって思えたことが僕にとってはすごく大きくて素晴らしいですね、はい、だからあの高い目標を掲げてやっていかないといけないなって。社内であの大事にしている価値観っていうのが5つあるんですけどそのうち の2つ目にあのゴーハイヤーっていう価値観が聞きました。出たゴーハイヤー知ってます？広瀬さんに言われた言葉だ。あそうですか、はい、ゴーハイヤー覚えてますね。あ言われました。あプログレートでも大切にしてることなんですね、まあ、それが社内で大事にしてることで、はい、いやそれがハセンさんに伝わっていて嬉しいなと思ったんですけど。伝わってますよ。ゴーハイヤー言われましたもん。常に高い目標を掲げる勇気を持とうっていうのが僕らの価値観なんですけど、うん、はあはあ、英語を、まあ、これから学習したいと思ってる方に伝えたいことっていうのはありますか、はい、あそうですね。やっぱり一番伝えたいのはその英語が、まあ、英語っていうものは年齢だったりとかその才能とか全く関係ないんですよね。成長スピードは人によっては多少異なります、はい、それは暗記が得意だとか。ただ誰でも正しい方法でしっかり時間をかければ絶対できるようになるのが、うん、まあ英語っていう種目なんですよね。なのであのそれだけは事実なのでちょっとでもやりたいなって思われる方はぜひ一歩踏み出していただきたいなと。私も継続してあのしっかり英語力を向上させられるように。あそうですね、はい、これからも頑張ります。ありがとうございます、はい、貴重なお話ありがとうございます。どうもありがとうございました。Thank you for watching this video. After completing the 5-week program, I got a confidence in my ability to speak English. And the biggest lesson that I will learn is that I believe myself that I can do it. And one of the most important things is that I feel I want to learn more and challenge myself. Learning English has made me want to take on the world.